ことに行こう。多分この下やろ。最初これ気流かなって思ったけど滝よね、おそらく。はあ。え？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。そう、前回ね、流玉の迷宮先行っとくけん後から来てね的な感じで終わったはずよね。アネモア王女いないブ、ここに来るって言ってたのに、もしかして奥に行ったのかも。マヤ探してみた方がいいと思うブ。あ、おった。ここにも石碑があったのですね。何が書かれているのでしょうか。それ読めるんすか。流玉の迷宮、それは宝島へ至る道、迷宮を越えし者だけがたどり着けるだろう。迷宮の鏡、迷宮の奥に眠りしその鏡は救いのものを映し出す。未来を見つめし竜の青き瞳なり。究極の秘宝、宝島に眠りしその宝は知恵と勇気、そして希望を持つ者を待つ。七つの流石こそ希望の証、その道しるべをここに残す。やはりここと宝島はかつてはつながっていたのですね。てかこれ読めるんすか。確実に表面の文字はかすれて見えなくなってるパターンやと思うけど。しかし宝島は財宝王の修行によって空の彼方へ消えてしまった。宝を見出す瞳と大空の羅針盤、これが揃った時こそ、もしや。来たよ、うん、マヤさん、お先にあちらこちらを調べさせてもらいましたよ。おかげさまでいろいろなことが分かってきました。七つの流石を宝島まで持っていけば何かが起こりそうです。あとは迷宮の鏡というものが見つかればよかったのですが、そこまでは望みませんね。それってこの迷宮のもっと深くにあった古びた鏡のことかしら。あ、あのやつか。でもくすんでいて何も映りそうのなかったブ。なんということでしょう、すでに見つけていらっしゃったのですね。迷宮の奥に眠りしその鏡は救いのものを映し出す。え、じゃあ私らが救いのものじゃないけん映らんかったってこと。要はその何、流石やっけが全部集まってないけん映らんってことかな。もし本当にその鏡が伝承の鏡と同じものなら、それはあなたたちの助けとなるかも。さて、おかげさまで私には真実がおぼろげながら見えてきました。七つの流石はおそらく、いいえ、何でもありませんわ。何真実って、そんなミステリーめいたことあったっけ。お前たち大義であったぞ。めっちゃ偉そうやん。いろいろと頼んでしまってごめんなさい。今度はこちらが約束を果たしましょう。古代獣の住処の地図をあなたたちに譲るようレオバンに伝えに行きます。この後忘れずにクピー砂漠島の砂漠のシルフィア駅まで来てくださいね。ごきげんよう。了解です。もう一回行けばいいんよね。来たぜ。あ、アネモア王女もおった。マヤさん、レオバンに話を伝えていたところです。あなたたちに古代獣の住処の地図を譲るようにと私から頼んでおきました。どうも。王女様から直々に頼まれたとあっちゃ断るわけにいかねえだろ。まったくこんな手を思いつくとは、やるじゃねえかおめえたち。それほどでも。ほらよ、こいつが古代獣の住処の地図だ。だが渡す前に一つ約束しろ。おめえが欲しがるってことは古代獣は七つの流石を持ってるんだろ。ええ、目だね。いいか、絶対におめえが古代獣を仕留めて七つの流石を手に入れろ。他のやつに横取りなんかさせるな。特にギンギーラの野郎だけはダメだ。あいつが七つの流石を揃えちまったら何をしでかすか分かったもんじゃねえ。どうだ、約束できるか。任せとけ。まあ言うて他のやつ私が持っとるしね。集めれんよギンギーラには。よし、それでいい。さあこの地図を受け取れい。古代獣の住処の地図。古代獣の住処が描かれている地図。自分の持っている地図に古代獣のいる場所が記されたので確認してみよう。レオバン、大丈夫ですよレオバン。この子たちならきっとギンギーラ空賊団の野望を打ち砕いてくれるでしょう。王子様には叶いませんな。おい、マヤ、地図は譲ってやったが他のお宝は簡単には譲る気はねえぞ。お行きなさい。あなたたちの戦いに
勝利の風が吹くよう祈っていますよ。なんかいいね、こういうライバルやけど協力し合うみたいな。マヤは古代城のスミカの地図を見て、スミカの場所を自分の地図に書き写した。古代城のスミカを目指すときは自分の地図を確認してみよう。古代城のスミカって砂漠？あ、屋根、砂漠屋根。え、ここ？なんかイベントか？あ、え、なんと古代城の住処へと続く旅の扉が現れた。あ、この先？てか竜じゃないね、古代獣やった。古代竜かと思った。すごい深いな。あ、おった。封印されとる感じ。牛？え、怖っ。え、めっちゃ怖っ。超不気味やん。うわー、でかいなー。ちょ、ロマン技バンバン使ってこう。ここは気合い入れていくぜ。五宝珠バルホーン頑張ろう。五宝珠バルホーンをやっつけた。ふぅ、なんとかいけた。ランド。とりあえずランド以外全員レベル上がったんか。まあこんなもんだろ。よし。さあこれで目だゲット。瞳の隆石を手に入れた。あと何個やろう。あ、なんかきっちり目やね。猫目って感じ。竜の目なんやろうけど。瞳の形をした不思議な石、見ていると吸い込まれてしまいそうに感じる。この左のやつもなんかよくわからんよね。腹フリパーツ。ほう、こんな感じなんだ。31000。腹フリの兵士を組み立てるときに使われる部品。で、これは何？星のオーラ。めっちゃすごいやん。437万5000。人間たちの感謝の心が結晶となったもの。これはあれか、ドラクエ9のやつ、あの天使のやつかな。天下一品、すげえ。イエーイ。さあそしてレジェンド。はい、これが瞳の隆石。うわ、やっぱ全然違うな。3750万。お、これはランクアップや。今ランク9のやり手のお宝ハンター団からランク10カリスマお宝ハンター団。まともやランクが上がりましたね。素晴らしいじゃないか。あ、そうよ、団旗も変更できるやん。今がこの鉄道の大旗やろ。で、荒波柄があって、新しくゲットしたのチェック柄やったよね。変えとこうっと。アイロダンがここまで大きくなるなんて感動です。おお、そうです、流玉の迷宮で発掘作業中の親方さんから連絡がありました。地下に行ってみてください。地下へと続く階段が見つかったそうです。すぐにそちらへ行ってみてください。前は流玉の迷宮の発掘現場へ向かった。そんな勝手にナレーションベースで送られたわ。また下の階層が見つかったみたい。ずいぶん深くまで来ちゃったわね。いよいよこの流玉の迷宮探検も大詰めって感じなのかしら。マジで流玉の迷宮の地下4階に行けるようになった。中途半端やけん5階ぐらいまではあるかな。行儀が悪い。竜の牙、竜のアギトの地、三本滝のそばで試練の者どもを率いし族の幹部が持つ。誰？なんかかっこいいな。いつもの石板だったわね。竜のアギトの地、三本滝っていうとパスカル島の仮想のどこかにありそうね。それに牙の隆石といえば野津山でギンギラ空賊団に取られちゃったやつだわ。え、あ、ってことはその族のなんちゃらかんちゃらっていうのはギンギラ空賊団のこと。え、じゃあさ、
ヒントがもうすでにそいつらが持っとるってことになっとるってことは、取られる部分も織り込み済みって感じ？あの時は取られちゃったけど、今度はあいつらから取り返してやりましょう。ふんふん、試練の者どもを率いし族の幹部、めっちゃかっこいいやん。何試練の者って。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、どうしよっかな。次レベル40ぐらいになっとんかな。やっぱりやとしたらちょっと難しい気がするんよね。万能薬弾の上級レシピ、弾丸屋で万能薬3弾が作れるようになる上級のレシピ。何言ってるかな。お、ブラドコーツ、よしよし、大事大事。まあじゃあ一応レベル40超えてから入ろうか。次のところはてことで、まずは広場へ戻ろう。さあ、そしてなんか新しくスカウトした頃はおらんかったっけ。新しい入れれる子おるかな。加入希望者を確認。お、なんかお仲間の候補です。アイテムが足りない。アイテムが足りないよ。これは玄魔石ってなんだ。異界の玄魔が魔力を込めた石、玉の作成などに必要な素材で、クフィ砂漠島で入手できる。ほう、赤羽のソーサラーリゾット、 MP が自動で大きく回復する、ホワイトキング族の好物料理。てかなんか効果がめっちゃいいな。シャレコやって、シャレコ。オーくんは、あーでもこれオーくんあれじゃない、ブドウエキス。ブドウエキス誰か取ってきてないん。ちょっと待って、ね、誰か取ってきてない。我が輩に任せろ。派遣だな。戻っているぞ。ただいま。あ、でも場所的にとりあえずここはないね。そんなもんだ。はい、やっと帰れた。ここも情けだね。お、大成功。成功だ。鉄のムチ、鋭い鉄製のトゲを先端につけたムチ。ただいま。ここもなさそうか。成功だ。全然ないな。お、帰ってきた第三派遣隊からメタル系モンスター発見の報告を受けた。制限時間内にパスカル島へ行ってみよう。やっと帰れた。あー、ここも違うな。成功だ。あ、全然ないな。全くないな。ありそうですよ。別に今ので加入できるようになったやつは、うん、いないね。特にいないっすね。とりあえず欲しいのはオークンかシャレコって感じやね。どちらかといえばシャレコかな。まあ、見た目的にはオークンなんやけど。他に何か利用されますか？ん、新しい施設の追加。どうですか？団員量を増築する仲間を。あー、そっかそっかそっか、なるほどね。待って、私さ、今、あー、メルダー入っとんか。メルダー入っとるけんダメやな。そうだよ、メルダーをね、提出せんといかんのよね、あれ。団員量を大きくするやつ。ダメっすわ。よし、それじゃあちょっと行きますか。とりあえず、違う、マップじゃなくてクエスト。ん、旅人クエスト。お、レオバンの訓練その2、報告可能よ。行こや、パスカル島ね。アネモアと世界最古の記録、パスカル島上層の平原のシルフやエーチ。あ、どっちもやね、結局。じゃあとりあえずファスカル島に向かうか。多分メインクエもファスカル島やった気がする。
よし。ここで、とりあえず野営地に連れてってください。はい。平原のシルフ野営地、お願いします。どこからともなくユノーの仲間のドラキーが現れ、ユノーとマヤたちを運んでいった。でもさ、こうやって移動させてくれるのはいいんやけどさ、向こうに帰る方法も欲しいよね。シュンって一瞬で。どうも。訓練したいか。もっと訓練したいか。強化メニューを用意しといたぜ。調子はどうだ。はい、モンスタービジョンを使いこなせ、報告可能です。やるじゃねえか。また俺の与えた訓練を達成したか。ものすげえ成長スピードだな。だがモンスターにしてシルフの隊長にまで上り詰めた俺と比べりゃまだまだだな。俺が仕えていたお方はシルフの国の先々代の国王様だ。俺は先々代の国王様にその才能を認められ、国王様の元でお宝探しを任されたのさ。俺がこうして隊長を任されてるのも、あのお方に探検隊を託されたからだ。もう先々代の国王様はいねえ。人間とは寿命短く、儚い生き物よな。アネモア王子様なんて、あの方のひ孫だ。随分と時が経っちまったな。うぃー。たらたらと長話をしまったな。歳を取るのは罪なもんだ。さて、まだまだ強くなりてえだろ。また訓練したかったら、俺に声かけろよ。お、まだ続きがあるのか。巨大骨付き肉、とても大きな骨のついた肉の塊、レオバン隊長の大好物で一口でペロリと平らげるらしい。一口すごい。そう、こういうね、こういうお肉をさ食べたいよね。巨大骨付き肉、漫画肉とも言われてるけど。で、これ新しいのが受け入れるってこと。訓練のメニューを用意しといたぜ。調子はどうだ。うわー、いっぱい。なるほど、敵をスカウトせよ。ビーストモードを使いこなせ。仲間のロマン技を使いこなせ。コインを集めろ。ふんふんふん。了解です。で、アネモア王者はどこだい。あ、あの上かな。じゃあちょっと話しに行きますか。あ、おったおった王子様。これはマヤさん、あなたたちにはお礼を言わねばなりませんね。各島の調査に派遣していた親衛隊の者たちから石碑についての報告を受けました。聞いたところではあなたたちが彼らを手助けしてくださったとか。私のお願いを聞いてくださって感謝してます。危険な目に遭わせていたらごめんなさい。いかがですか。実はさらにお願いしたいことができたのですが、手伝っていただけませんか。いいよ、やるぜ。やってくださると思っていました。では早速お願いの内容ですが、ふんふん。数々の伝承をたどると、この世界にある最古の記録の存在が明らかになりました。その記録は、世界のどこかに隠された、三つの特別な箱に収められているそうです。世界最古の記録。私はどうしてもそれを知りたいのです。宝箱は、あなたが私の親衛隊の者たちから受け取った三色の鍵で開けられるとのこと。その鍵で、三つの色の三つの箱を開き、収められたものを持ち帰ってほしいのです。マジか、それもクエストなんか。え、まだ、え？開けたことあったっけ？箱のありかについては、次のような曖昧な情報しかないのですが、あ、曖昧でも情報あるなら助かります。一つは、風に乗らねばたどり着けぬ、竜のアギトの森の葉の上。一つは、地に潜らねばたどり着けぬ、氷雪の下に永遠に埋もれる。一つは、果てしなく高いところへ。砂漠にそびえる岩の山に。信じていますよ。うわー、なんかどれも難しそうでやだなというものです。あなたならできると信じていますよ。よろしくお願いしますね。いやいやいや、そんなの子供の頼むことじゃないって恐ろしいって。くそー。ねえ、あれは何のマーク。あ、そうよ。これ、メインかな。試練の者どもの幹部を探そう。メインやね。行ったことない場所や。で、なんかもう一個は、これか、マーク。メタル系、あ、メタル系モンスターね。なるほど。じゃあちょっとメイン進める前にさ、あれだな。レベル上げとこうや。ね、メタル系モンスター、せっかくおるんなら。どこだよ。え、どこだ。いた！
いたよ、逃げないで。うわ、あそこにまた。逃げないでって。ああ、一匹逃げた。ああ、二匹逃げた。ちょ、みんな。ああ。全員逃げたよ、おい。いや、クリアできてないから。おい、来るの遅いって。どうでもいい敵、やっつけなくていいから。メタルの方に来いよ、おい。うわ、すげえ。盾かな。あ、あそこに。あ、ここにもあるやん。ほら、ちょっと待って。いや、邪魔だな。とてつもなく邪魔だな。え、普通の石ころ弾がない。もういいや、これで。あ、んで？あそこにあるんですけど、うわー、狙えないか、さすがに。さすがにここからは狙えなさそうだな。ダメージ受けた。ありがとう、速攻で回復してくれて。あ、ここからなら狙える。はい、オッケー。あ、バルーン40個割ろう、できたよ。ベニーシャに報告や、ベニーシャに。で、その前に。どこだ？この下？ってことかな？行こう。飛行モードに行こう。多分この下やろ？最初これ気流かなって思ったけど、滝よね、おそらく。何？めっちゃ戻されたけど。あ、そこになんかあるね。あるね、あれ。野営地ってことかな。え、どうやって行くの、あそこ。ねえ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 、どうやって行くの、あれ。多分これ、この上というか、この洞窟っぽい、こっぽくなってる中に入って、でそっから、多分飛んで下に降りられるような気がする。あそこにもあるよ。ありすぎだよ。帰りますか。うわ、めっちゃ盛りだくさんや。すごーい。羽帽子。これ2つあったよね。5万9000。羽飾りをあしらった帽子。フロッカーや、フロッカー。12万5000。どこかの世界のモンスターの像。デッキヌのローブ。9万3000。選び抜かれた絹糸を使ってきっちり通り上げたローブ。あ、タマフォロンの像。そうやったんや。12万5000。どこかの世界のモンスターの像。かわいい。かわいい。キトンシールド。2万4000。子猫の姿が描かれたキュートな盾。八重歯の鎧。22万7000。八重歯？刃じゃなくて？全身に鋭い刃をまとった危険な鎧の偽物ですよね。偽物。ついた時はそこまで鋭くなく、刃をイメージしたものらしい。木の帽子。4万8000。カシの木をくり抜いて作られた素朴な帽子、絶対痛いよね。初めてのお宝。お、サンゴの髪飾り。23万7000。貴重なサンゴで作られた髪飾り。あ、天下一品やん。ふぅ。いいね、いいね。お、結構、136万4000。なんか、シルバーばっかりやった割には、いい感じじゃないか。まだ手元には未鑑定の特別なお宝が残っている。前は鑑定して宝物庫に移すことにした。え、何もらっとった？あー、なるほど。あ、これもお宝なんや。巨大骨付き肉。たけえ、怖い。食べれない。156万。とても大きな骨のついた肉の塊。レオバン隊長の大好物で一口でペロリと平らげるらしい。そんな肉食えねえよ、高すぎて。怖いよ。
あ、なんかクリアしたっぽい。お宝占いに変調子はいかがです。品質高級以上のお宝ゲットしました。